って言っても俺そういうの詳しくないし、どうすればそれって止まるんだよ。詳しい、そうか、新兄さん、あの兄貴の方のロイミュードだ。あいつはネットに詳しい人間をコピーしてる。だから動画を配信してるあいつを倒せば解決だ。え、でも手に何も持ってないぞ。前も自分の体で道具を作ったやつと戦っただろう。ロイミュード自体がデータの集合体だから、あいつらは自分の体の中でいろんなことができるんだよ。それに俺と最初に戦った映像が載ってるってことは、必然的にこの二人のうち犯人はどっちかだ。なるほど。おい、兄貴を守れ。させるか。新兄さん。ああ、スペイスペイ。あとは頼んだ、兄貴。よし、これで動画も止まるはず。あとはさっさとこいつらを倒せば。ダメだ、しんごすけ、動画は止まっていない。え、なんだって。失ったことで進化の手前までパワーアップしたようだ。これは予想外だ。私たちは相手を助けることで家族の絆を作り、互いに進化しようとしていたのだが、まさかこいつは相手を失うことでパワーアップするとは。くそ、まだ動画が流れてるってことはこの弟の方が。いや、こいつにそんな情報はなかった。だから他にも協力者が。よくやった。このまま計画が成功すれば、私たち家族はみんなで進化できるぞ。私たち家族、私たち家族を止められるか。サイトが有名になれば俺たちの体も進化。今の状態も撮影させてもらっている。今度はこの場所に向かってみてください。繋がった。しんのすけ、何か分かったのか。ああ、ベルトさん、もう考えるのはやめだ。来い、カフルコマーシャル。まさか共犯者が分かったの。ああ、こいつは共犯者の姿を見ている。だからここから探すんだ。おい、おい、今何をした。ゴー、そいつを逃がすな。ああ、出るか。出ろ、離せ。あった。ねえ、新兄さん、こいつ一体誰なの。お前も知ってる人だよ。え、サイトに動画を配信するには条件がある。ロイミュードであること、ネットに詳しいこと、この会場にいること、そしてこいつらの家族であること。だけどその条件に当てはまるこいつらの兄貴を倒しても動画は止まらなかったけど。条件に当てはまる人物はもう一人いるんだ。こいつが特上課にわざわざ行方不明者の捜索の依頼をしに来たのだ。自分たちの計画に俺をはめるためだったんだ。それって。ああ、この会場で動画を配信していたのはこの家族のメンバーで、行方不明事件の依頼者、片桐楓だ。姉ちゃん。お父さん、ごめんなさい。私、山田だ。お前が生きている限り我々の計画は終わっていない。このまま仮面ライダーを倒すぞ。分かったわ。まだ諦めてないんだ。黙れ。私たち家族は絶対に進化するんだ。もうお前たちに邪魔はさせん。そんなことさせるわけないだろう。俺は市民の平和を守る刑事、仮面ライダーだからな。俺たちもヤジウマが来るまでにこいつらを片付けないとね。ああ、ひとっ走り付き合えよ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、
最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。